本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急日立19仙台行きです。途中水戸、勝田、大三田、日立多賀、日立、磯原、泉、樹木、いわき、広野、富岡、大野、深間、浪江、原の町、相馬、渡り、岩沼に停車いたします。グリーン車は5号車です。座席の指定を受けていないお客様と特急券をお持ちでないお客様は座席の上のランプが赤色の席をご利用ください。現在空いているお席でもこの先の駅からお客様がいらっしゃる場合がございます。黄色のランプが点灯するとまもなくご予約いただいた区間となりますので恐れ入りますがお席の移動をお願いいたします。特急券を車内でお買い求めの場合駅での発売額と異なりますのでご了承ください。トイレは1号車、3号車、5号車、7号車、9号車にあります。車内は全品トイレを含めまして全て禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんよう電気をご利用ください。次は水戸に停車いたします。ご乗車ありがとうございます。特急日立19号仙台行きです。すべての車両が指定席です。乗車番号、座席番号をよくお確かめください。座席指定券ご利用のお客様は空席をご利用いただけます。座席上のランプの色が赤色のところが空席です。ランプの色が変わりましたらご予約のお客様がいらっしゃいますのでお席の移動をお願いいたします。停車駅の到着時刻をご案内いたします。次は水戸に停まります。水戸には17時5分、勝田17時11分、大三川17時21分、日立多賀17時25分、日立17時29分、磯原17時45分、泉18時ちょうど、湯本18時5分、いわき18時11分、井戸の18時34分、富岡18時48分、大野18時56分、深間19時2分、浪江19時6分、原の町to the end sections.